英語の試験がまず生まれたのは、これ107年前、1963年に3万8000人が全国47都道府県で、1939年にもう横向いてるんですよ。ELTSっていうのが生まれて、English Language Testing が350万人ですね。トフル抜かした。トフルは230万人ぐらい。ありえないですか、日本で ELTS の先生が言われる。ありえないですね。第1回から3回の顧問が売られてたんですよ、書店で。それでは始まりました、もじゃチャンネルです。今回はですね、再び島田さんにおいでいただきまして、ね、よろしくお願いします。今回はですね、英語のテストの歴史っていうですね、はい、ちょっとそこら辺も話したいなと思ってね。英語試験マニアですから、うん、はい、ちょっと聞きたいなと思って、どんな感じなのかちょっとお話しいただけますか。 OK です。まずですね、試験そのものが始まったのが、まあ、英語の試験に限らずですね、はい、2250年前、中国から始まったのが、まあ、2250年前にだいぶ昔だいぶ昔に、まあ、中国でやっぱ官僚のシステムを作るときに、はい、優秀な人を選ぶっていう仕組みから、その試験ってのが生まれたらしいですね。科挙、科挙ってやつ、科挙ってやつがそのあと800年後900年後に、その800年後900年後、はい、で最近まであったやつですね、はい、で中国ガオカオっていうのが生まれて、はい、大学入試、中国の大学入試すごい盛り上がってますよね、はい、で英語の試験がまず生まれたのは、これ107年前、1913年に、はい、まあ、ケンブリッジで生まれたんですね。Certificate of Proficiency in English、 つまり CP です。僕が持ってるあれ、あの、あれです、あれです、ケンブリッジの、はい、今でいうナンバーワンですね、はい、誰向けだったかというと、はい、英語学習者じゃないです、英語を学んでる人じゃなくて、はい、英語を教える人なんですよ。英語を教える人だから、内容がフランス語から英語に訳すとか、うん、ドイツ語から英語に訳したりとか、文学、はい、音声学とか、はい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 、14時間のテスト、14時間。だから今のトフルアイルさんで優しいんですよ。へぇーっていうような試験が、まあ、ケンブリッジで生まれて、まあ、そこからどんどんいろんな試験が生まれてくるわけなんですけどね、はい、ケンブリッジ英検でいろんな級が生まれてきますよね。そうですね、 CPE、CAE、FCE という形で、うん、ケットペットとかいろいろありますけど、はい、ところがこの CPE っていうテスト、初年度何人受けたと思いますか。え、その1913年、何人いるんですか、英語の先生なんか。想像できない、ね、何人受けさせたかって話ですね、はい、ちなみに英語検定協会は、はい、1963年かな、3万8000人受け、初年度ね、全国でね。いや、想像もできないですよ。3人です。あ、3人、うん、3人しか受けてない、たったの3人しか受けていない。それに比べて、まあ、50年後ですけど、はい、英語検定協会すごいですよね。あ、1963年に3万8000人が全国47都道府県で、あ、これ9いっぱいあって、ですね、最初1、2、3かな、1、2、3しかなくて、もともと準なんてもないし、4、6、9もなかった、はいはい、その1年前にトフル生まれたんですよ、1962年。そうなんですね、トフルって1960年、しかも4択だったし、ライティングも4択だったし、リーディング、やっぱり大事なのは4択問題の採点が楽なんで、はい、それが、そういう機会も生まれたらしいんですけどね、うん、産業化されたんで、このマークシート、マークシート、スキャントラン、まあ、とりあえずこれが発明されたことによって産業化が起こったみたいな。1942年にそのマークシートのシステムが生まれたと、うんうん、でケンブリッジ英検自体は別にあそこ日本で全然普及しなかったですけどね。まあでも来たのは結構早いですよ、1939年にもう横浜に来てるんですよ、テストセンターが。1939年ケンブリッジ英検が来てるんですか。そう、日本のテストセンターができたんですよ。ってことはケンブリッジ英検が一番最初だったってことですか。でですね、日本では間違いなくそうです。へぇ、まあ、世界ナンバーワンで古いのはケンブリッジ英検と、ずっと。はぁ、そうだったんですね。ケンブリッジ英検でね、日本ではあんまり流行ってないかもしれないですけど、ね、世界中ではみんなCP、ケットペットって言ってますからね。はい。で、TOEIC が日本に来ましたね、はい、これは知ってますよ、うん、TOEIC 第1回の1977年、うん、まあ、トフルが日本に入ってきて1962年で、62年だったんです。あ、じゃあ15年しか変わらない、まあ、日本大成功したんで、英検が日本の市場すごいなっていうので、はい、ETS が入ってこようとしたんですけど、まあ、今でいう経済産業省と、はい、経団連、はい、がお願いしました、 ETS に日本人向けの英語テストを作ってくれてって、右の出てきたのがトフルですね。そうですね、トフルがちょっと難しすぎると、ちょっとね、だからちょっともうちょっと日本人ができる試験を作ってくれっていうので、うん、できたのがトイックです。僕もともとトイック科だったんでね、トイックばっか受けてましたけど、高校2年の時にも学校休んでトイック対策して、受けてましたからね。そのトイックが、まあ、当時 の1970年、その第1回から3回の過去問が売られてたんで、書店で。それ見たいですね。だからそれ、どっかにあるんですよ、僕持ってるんですけど。そのトイックの学校で働いて、うん、でそこが持ってたんで、そこがこうお引越し的ななんかするときにいらないって言ってたんで、もらったんですよ。お宝っすね。1、2、3、第1回から第3回の持ってるんですけど、めっちゃ短いっすよ。
読む量が超少ない。パッセージいくつかぐらい。もうパッセージはいっぱいあるんですけど、一パッセージに書いてあるのめっちゃ短い。あのパート5穴埋め、一文がめちゃ短い、うん、数語ですもん。一文が今十何語ですけど、その昔はだから十語ないんで。そうなんだ。超早く終わります。まあ30年40年前ですね。でその後に ELTS っていうのがありますね。 English Language Testing Service っていうのは1980年に ELTS っていうのが出たんですね、うん、そしてインターナショナルがついて I がついて、はい、IELTS っていうのが生まれた。1989年僕と同い年ってことは、IELTS がすごい新しいテストだったわけなんですね。そう、まあ一番新しいのは30、まあでも日本でもいっぱい出てますけど、まだ GTEC が生まれたり、TEEP とか、リンガスキルとかいろいろありますね。それでちょっと GTEC はいつからやってるんですか？1998年。あ、90年代なんですね。うん、でも、そっか、GTEC って昔は大人向けでしたね。大人向け。僕の父親も受けてましたもん、会社で。ああ、はいはいはい、会社で。TEEP が英検と上智が作ったやつね。TEEP の本出しますね。新しい、あ、そうそうそう。TEEP、第1回受けてますから、2014年。で、今 AI が入ったテストが、リンガスキルというものでます。これも社会人向けですけど、どっちかというと。まあ、いろいろありますと。今でも、世界的には数は IELTS が1位。そうですね。まあ、でも TOEIC が、数って言ったら TOEIC が 1位じゃないですか。TOEIC ですか？ TOEIC は英検ですね。どっちかと思います。あ、日本でですね。いや、世界的に。世界的に？世界的に日本のマーケットですごいって言われてるんですよ。試験産業が。みんなで受けるみたいな。で、IELTS。IELTS は今、350万人ですね。はい。年間、世界で。TOEFL 抜かした。TOEFL は230万人ぐらいですか。ただその、みたいな。TOEFL の方は日本だと全然有名なのにと思ってますけど、うん、でも中国のマーケットめちゃでかいですか、めちゃでかい。ナンバーワンですね、中国。もう、だって中国の人口をがっさり取っていければ、それもう世界一になりますから。あとね、東南アジア行っても、田舎のコンビニとかでもIELTSの方売ってるんで。へぇー。だから、IELTSって本当にアジアでも今流行り始めて、うん、まだ日本ではまだ来てないと。はい。日本でも伸びてますけど、ね、もちろん。あ、IELTS はそう、中国、だから日本では、ああ、それ、ハウスみたいなのあるじゃないですか。まあ、今よくないか、あんまり。けど、そういうやつが、中国バージョンもあるんですよ、似たようなのが。あって、そこで、あ、だって IELTS の先生出てましたもん。マジですごいな。おーいみたいな。IELTSの先生、そういう恋愛番組出れんだって思って。マジか。それぐらいなんですよ。やっぱ、うん、ホットなトピックなんですね、IELTSは。それで、だから、つまりミリオネがいっぱいいるわけです、IELTSの先生の。そんなありえないですか、日本でIELTSの先生でミリオネアとか。ありえないですね。僕イギリスいる時も中国人留学生が、はい、もうありえないくらいIELTSのことばっかり言ってて、もうね、本当にIELTSのために英語勉強しますからね、みんな。やっぱりそうですね。あの熱にもやられましたね、完全に。そんな島田さんがIELTSのなんか本を出したようで。出しました、3月に出しました、コロナ前に。はい。コロナ前出しました。スピーキング関係。こんな分厚いのね、すごい分厚くなっちゃったんですけど、ただ、あの僕IELTSのスピーキングが、はい、戦略的に得意。そうですね。そう、英語が上手いとかじゃなくて、IELTS のスピーキングを取るための戦略が、まあ、得意なんですね。そこで 8.5 取ったんですけど、IELTS のスピーキングがね。すごいですね。8.5 の方法っていうのを、まあ、取り方っていうのをここにまとめました。このタクトピアのこの IELTS スピーキングも、ライティングも出てますから。ライティングも出てます。ライティングはね、一番苦手なんですけどね。苦手だからこそだし。いや、ライティングは本当点取れないですからね、IELTS ね。めちゃむずいんですよ。どんだけ頑張っても7ですからね。7.5、7、超えない。めちゃむずいんですよ、本当に。うん、そういう試験の歴史があるわけですね、うん、知らなかった。そんなにでも日本が本当に仕組みとして試験が流行りやすいっていうのがやっぱり昔からの特徴ですよね。なるほど。組織がちゃんとできてるからかもしれないですけど、英検だって一発目で47都道府県で3万8000人って仕組みがすごいできてるじゃないですか。すごいですね。すごいですよ、そういうところがやっぱオーガナイズされてるから。うん、まあそういう過去的なものが好きなんでしょうね、うん、日本はやっぱり。なんでですかね、わかんないですけど、まあ、ちゃんとオーダーが整ってるっていうのが好きなのかもしれないですね。そうね。いやーすごいな。まあね、でも一つ言っておきたいのは、はい、IELTS いい点取ってももう海外大学行った時には使えませんからね。てかこれだけじゃダメ。そうですね。本当にね、IELTSのスピーキングで使った表現とかめっちゃ友達に言うと何お前みたいな。ああ、なるほど。なんだその表現はみたいな。めちゃめちゃ難しい表現よね。とかね、絶対言わないような、うん、もう本当にそこら辺は気をつけてもらいたい。だから IELTS 点取ったらいいよとかね、TOEIC 満点取ったらいいよとかじゃないんですよね。うそうですね、その後。今だってビリギャルに教えてますもんね。そう、ビリギャルさん、小林さやかさん。小林さやかさん。ビリギャルチャンネルやってます。ビリギャルチャンネルもぜひ見てください。で、多分彼女も、その、多分アップトゥーデートの情報をそこに流してるんで。で、ビリギャルさんがこの前、こうやってサムネイル作ってくれました。おそう、この本載ってますよ、ぜひ。彼女も今すごい頑張ってアメリカの大学に行くというのを
詳しくはその動画、アメリカの大学行くのに IELTS やってるんですね。アメリカ大学院に行くのに、大学院に、アメリカの大学も実は IELTS 使えるんですよ。使えるとこ増えましたよね、うん、じゃあビリギャルにちょっとコラボを申し込んでください。わかりました、じゃあモリティチャンネルプラスビリギャルで、ビリギャルでちょっとやりましょうって言っといてください。 IELTS がそんな歴史になってたとか知らなかったな、うん、トイックもね変わってって、いやすごい、いろんな歴史があるわけですね。でこの IELTS のスピーキングの特徴としては、はい、14分間、はい、ネイティブスピーカーと1対1で、はい、対談型でやるっていうのはね、それが特徴ですね。そうですね、そうです。やっぱ、TOEFL だとやっぱコンピューター含み方なんで、はい、それちょっと慣れない人は難しいと思うんですけど、これ対人間なんで。YouTube のね、リアル面接動画見れますんで。そう、はい、そうそう、ありがとうございます。はい、これついてますので。それを参考にしてもらえれば。あのね、IELTS の満点の子に試験会やってもらいました。おお、それ面白い。うん、すげえ、ぜひ見てみてください。お願いします。あのバイリンガルのタクトピアの。タクトピアの。はい、はい、はい、ぜひ見てみてください。はい、今回は島田さんに。テストの歴史聞きました。英語試験の歴史聞きました。はい。よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。